皆さんおはようございます。大です。現在私は午前5時半の JR 倶知安駅に来ているんですが、今回は電車と機動車が協調運転をする日本で唯一の運用、倶知安発苫小牧行きの普通列車に乗ってきたという動画でお届けしてまいります。動力システムが異なる電車と機動車っていうのは、加減速性能などが違うため、基本的に協調運転っていうのはできないんですが、バケモン機動車でおなじみの JR 北海道キハ201系は、電車に匹敵する性能のため731系に連結相手は限られますが、日本で唯一電車と協調運転ができる機動車となっています。しかしキハ201系は車両編成が4編成と少なくなっているため、電車との協調運転というのは朝に小樽札幌間の下り1本だけとなっているんですよね。今回は電車と機動車が協調運転をする日本で唯一の運用、倶知安発苫小牧行きの普通列車に乗っていきますということで、 JR 倶知安駅の改札口にやってまいりました。今回使う切符はですね、こちらの西大山から稚内、最南端から最北端の乗車券と、区間外となる南千歳から苫小牧までの乗車券ですね。こちらを改札窓口に提示して改札入場していきたいんですが、改札開始は列車発車の10分から15分前となっています。今回乗車の電車と機動車が協調運転をする普通苫小牧行きは3番線から6時20分発の列車です。で、現在の時刻が5時44分頃ということなので、改札時間外ですが、改札開始されるとですね、種別の横の改札中というところが点灯されるんですよね。ということでね、改札開始されたので早速改札入場していきましょう。すいません、この切符で入りたいんですけど。ありがとうございます。さて、改札を入場したわけなんですが、3番線側を見てみるともうすでに列車が止まっていますね。こちらが今回乗車の日本で唯一電車と機動車が協調運転をするくっちゃん6時20分発普通列車苫小牧行きです。バケモン機動車のおなじみの JR 北海道キハ201系機動車ですね。協調運転自体は小樽札幌間だけということで、くっちゃん小樽間はキハ201系だけで運転していきます。側面の行き先表示は普通苫小牧になっていますね。ただこの運用は小樽札幌間で協調運転をした後、キハ201系の方札幌駅で切り離しとなるので、くっちゃんから苫小牧までね、同じ車両で移動するということはできないんですよね。それでは早速普通列車苫小牧行き乗車していきましょう。ドアはね、半自動になっています。また機動車ということで、乗車する際ね、列車内に段差があります。足元を気をつけましょう。車内はこんな感じですね。オールロングシートになっています。この先揺れることがありますのでお気をつけください。また走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際は釣り革や手すりなどにおつかまりください。皆様おはようございます。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。函館線、千歳線直通、普通列車札幌経由苫小牧行きです。3両編成すべて自由席、車内は禁煙です。 Good morning, ladies and gentlemen.Welcome aboard the local train bound for Tomakomai via Sapporo. We will be stopping at every station.普通列車の苫小牧行きは倶知安駅を6時20分定刻に発車しました。途中の小樽までね、非電化区間となっており、かつ単線で走っていくんですよね。雪道の単線をひたすら小樽へと向かっていきます。倶知安小樽間の非電化区間の途中駅にある光別です。この駅でね、普通列車南越行きと違いを行います。さて、列車は2機駅を発車するわけなんですが、バケモン機動車ゆえんのね、加速力っていうのを見ていただきましょう。画面左側にね、速度が出ているんですが、一気にねスピード出ていきますね。この加速度っていうのは JR 東日本の E231系と同じぐらいとなっているらしいんですね。いやー、さすがバケモン機動車ですね。
では非電化なんですが、小樽から先は電化区間となるため、小樽一斉の引き上げ線の部分からはね、電化されています。そのためね、上には架線が敷かれていますね。ということで、くっちゃんを出てから1時間2分、列車は小樽までやってまいりました。この小樽駅でね、キハ201系機動車は731系電車と連結をするため11分ほど停車します。またここから先、札幌までの函館本線というのは日本で唯一電車と機動車が協調運転をする区間となっています。さて、1番線札幌方面からキハ201系機動車と連結をする731系電車の回送列車が入線してきました。これからね、電車と機動車の連結が行われます。さて、無事に連結作業が完了しましたね。連結が完了するとホースみたいなものをね、731系電車とキハ201系機動車の方に連結します。あれ、これをくっつけないとね、協調運転はできないんですよね。現在私がいるのが731系の中間車です。ここにね、パンタグラフがついているわけなんですが、6両全部見てもですね、パンタグラフついているのはこの中間車のここだけです。後ろは機動車ということでね、パンタグラフがついていませんね。この駅普通列車は途中の札幌駅までは6両です。札幌駅からは3両編成で運転します。苫小牧まで参りますのはエスカレーター側の3両となります。エスカレーター側、赤色の線が入った車両が終点の苫小牧まで参ります。後ろ側、青色の入った列車につきましては、途中の札幌駅までの運転となります。さて、列車は小樽駅を定刻通り発車していきます。現在私ね、731系の区破車にいるわけなんですが、後ろにね、機動車がくっついているということで、ま、ディーゼルの音が聞こえますね。走行中にM-S 急ブレーキを使用することがあります。皆様おはようございます。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。函館線、千歳線、普通列車、札幌経由、苫小牧になります。上田駅は止まりませんのでお気をつけください。列車は6両編成、前側3両は苫小牧行き、後ろ側3両は途中の札幌止まりです。全て自由席、車内は禁煙です。現在私はキハ201系機動車の方にいるわけなんですが、連結が完了するとですね、このようにキハ201系と731系電車が通り抜けできるようになっています。じゃあせっかくなのでちょっと通り抜けてみましょう。こちら側はね、ディーゼルの音がすごいんですが、731系側に入るとですね、全然ディーゼルの音しないんですね。はい、こちらが731系電車の方です。いや、本当にね、電車と機動車が連結をしているんですね。731系の運転台の方でね、速度計を見ているわけなんですが、電車と機動車協調運転しているということでね、右側からはディーゼルの音が聞こえてきますね。いやー、やっぱり違和感ありますよね。函館本線小樽近郊銭箱間っていうのは石狩湾沿いに線路が敷かれています。そのためこの区間では進行方向左側に所々建物に阻まれたりはしますが、広大な海の景色を楽しむことができます。この列車は千歳線直通、普通列車苫小牧です。
JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。 Watch your step when you get off, especially passengers with children.ということで、くっちゃんを出てから1時間58分、列車は札幌までやってまいりました。この駅では見ての通り、くっちゃんから走ってきた後ろ3両キハ201系を切り離すため8分ほど停車します。日本で唯一の電車と機動車の協調運転っていうのも小樽札幌間の1時間弱しか見ることができないんですね。ただめちゃくちゃ貴重な光景です。ということで、くっちゃんを出てから2時間15分、列車は平和までやってまいりました。札幌新札幌間っていうのは千歳線と函館本線は並走区間となっており、このようにね、途中区間で追い抜かれる光景を見ることができるんですよね。平和発車後すぐに千歳線は函館本線とお別れします。札幌からね、この区間までは並走区間となっているわけなんですが、列車によっては電車同士の並走、機動車と電車の並走、また電車と機動車の並走っていうのも見ることができるんですよね。すべて時刻表やダイヤを確認すれば分かるようになっているので、皆さんもぜひ調べてね、この間の並走を見てみてはいかがでしょうか。ということで、くっちゃんを出てから2時間29分、列車は北広島までやってまいりました。この駅では後続の特急北斗6号函館行きの待避と、快速エアボート86号新千歳空港行きとの緩急接続のため、7分ほど停車します。列車が通過いたします。ご注意ください。隣の一番線に快速エアポート86号の新千歳空港行きが入線してきました。普通列車の苫小牧行きはこの快速エアポート86号との、ね、緩急接続を行います。1番線から、ね、緩急接続を行った快速エアポート86号新千歳空港行きが発車していきますね。現在走行している千歳線っていうのは白石沼の旗間を結ぶ路線で、北海道内で唯一全区間が電化されている路線となっています。そのためこの列車電車で運転されているわけなんですが、途中区間直線区間ね、線形がいいため100キロオーバーで走行していきます。
ということで、くっちゃんを出てから2時間52分、列車は札幌ビール庭園までやってまいりました。この駅では高速の快速エアポート88号新千歳空港行き、特急大空3号釧路行きの退避をするため7分ほど停車します。この札幌ビール庭園駅っていうのはね、一部の普通列車も通過するような駅なんですよね。ということで、列車は南千歳までやってきました。この列車ね、普通列車ではあるんですが、千歳線の上内駅を通過するんですよね。上内へは止まる列車に乗り換えとなります。南千歳発車後すぐに新千歳空港方面に行く千歳線とお別れします。新千歳空港方面の千歳線とお別れした後は、新夕張方面のね、関所線ともお別れします。方面からの室蘭本線と合流します。この先揺れることがありますのでお気をつけください。終着苫小牧に到着いたします。忘れ物のないようお支度ので足元にお気をつけてお降りください。特にお子様連れのお客様は手を離さずにお降りください。今日も JR 北海道をご利用くださいありがとうございました。ということで、くっちゃんを出てから3時間29分、列車終点苫小牧までやってまいりました。乗ってきた731系はですね、折り返し10時7分発、普通列車札幌方面星見行きとして運転します。電車と機動車が協調運転をする日本で唯一の運用、くっちゃん発苫小牧行きの普通列車に乗ってきた動画はいかがだったでしょうか。くっちゃん6時20分発と朝がかなり早いため、全区間乗車するにはくっちゃん周辺で全泊必須という乗りづらい列車ですが、日本で唯一電車と機動車の協調運転が見られる列車ですので、皆さんも興味があればぜひ乗ってみてくださいね。ではこの動画はこれおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。